はようございます。ラスカルでございます。今日ねめっちゃ豪華なものをね取り寄せちゃいました。まずはこちらの海宝漬け、知ってます？皆さん、岩手とかにあるめっちゃうまいやつ、めっちゃうまいやつなんだけど、これとこっちも海宝漬けなんですけど、これがねウニの海宝漬けとイクラの醤油漬け、こちらを今回は購入しました。今日はもうシンプルにねこの3種類を使ってめちゃめちゃ豪華な丼物を作っていきます。あっついこれ、はい、今回はお米を1升炊いたんでこれをまず持っていきます。いやこれ器大きくない？ちっちゃいのにしよう。はいはいはい、と今日はこちらに変更と。じゃあお米をよっこいしょ、よっと重っ、はあ、これをちょっとほぐそう。あ、これほぐすと結構な量ありますね。一生ってこんなもんかな。じゃあまずはこちらの海宝漬けですね。うまそう、これうまいよ。こんな感じ？嫁さんも大好きなんでこれは取っておきます。で続いてこっちのウニの海宝漬け、はい、こっちもめっちゃ美味しそう。やば、ウニとホタテですねこれ。よいしょ、こっちも OK と。で最後にこのイクラちゃんでございます。うわあ、イクラちゃん。ちょっとど真ん中にザッと、うわうまそう。そしたらこれ最後によいしょ卵を入れちゃおう。はいはい、とこんな感じで。うまそう、海宝漬けとねイクラを豪華に使った丼物完成いたしました。早速向こうで食べていきます。うまそう。今ねこっちの部屋に海宝漬け丼持ってきまして、めっちゃ美味しそうなんですけど、めっちゃ綺麗だよ。すごい。今日はねこの海宝漬けと合わせていくら2箱買ってあったので、そのまままず1箱のいくらとこちらのねカップ麺も用意したので一緒に食べていきます。では早速いただきます。とりあえずこれラーメン作っとこう。よいしょ、あっつあっつあっつ。ではまず海宝丼、ん？じゃあ海宝漬け丼かからいただこうかな。いい、いや、ちょっと見えるこれ、 うわうまそう。いただきます。あうまっ、うめえ。ちょっと豪華にホタテとウニの部分も、うまっ、贅沢すぎる。うん、うめえ。やっぱね三陸のねお宝ですわこれは。めちゃめちゃうまい、はあ、いくらでも食える。今日一升じゃ足んないかも。うん、うまい。ちょっとカップ麺もよっこいしょ。
あった、あった、ちょっと向き変えよう。ちょっとね、このアワビの方も行きたいのよ。アワビ、いや、うん、ちょっと見えるかな、このアワビさん。いや、でかいアワビ。なんかもううますぎて何にも出てこない。うまっ。こんだけね、海産物が乗っかってるのに一切生臭くない。めちゃめちゃうまいよ。乗っかってる高級食材、まあアワビとかウニとか、それもね、めちゃめちゃうまいんですよ、もちろん。ただもう何よりもこのね、メカブのね、下支えがすごくて、こう全部一緒に食べるとね、うまみがやばい。みんな食べて、もし知らない人いたら食べてください。これめっちゃ美味しいから。うまっ。撮影をする当日の朝に、今日何撮るのみたいな食材の話を嫁さんとするんですけど、今朝はね、解放漬けだよって話したら、って顔してて。嫁さんもね、ほんと大好きなもので、だからさっき撮っといたんですけど、もうね、うまいの。これ伝わるかな？細かいことは言わない。もう美味しい。うまい。食べて。カメラ映るかな、これ。ここに、うん、ちょっと見て、この豪華なイクラ。はいはい、うん、いいよ。うまそう。うまい。プチプチ。うん。見えますかこれ。あー、うまい。卵を割っちゃおう、これ。いいよ。ほいほい、いや、いや、はあ、はあ、うまそう。うまそう。うますぎる、これ。いや、うん、
うん。もうね、開放漬けってもう宝ってつくけど、もうほんとその通り贅沢品だね、マジで。うん。そろそろね、もうこの子の出番かなと思いまして、そしたら醤油もちょっとね、ちょっとねかけちゃおうかな。さっとよっ、いや、はいはい、ドバッとザッと、うん、いくらともうめ、最後は豪華にいくらをドバッと。見て最後これ、こんな、あ、いや、贅沢だな。うん。よいしょ。最後の一粒、うん、まあ、ああ、よかった、ごちそうさまでした。はい、ということで超デカ盛りの開放漬け丼完食いたしました。はあ、もう贅沢だった。この開放漬け丼も僕もめちゃめちゃ大好きで、たまにしか、ほんとたまにしか食べれないんですけど、贅沢したいなと思ってこれを頼んだらね、もう間違いなく満足できる一品でございます。今回購入したページについては概要欄の方に記載しておきますので、ぜひね、そちらもご確認ください。僕が頼んだやつは一番ね、そのでかいやつだったんで、まあそれなりの金額もするんですけど、もっとね、小分けになってるものとか、いろんな種類があって、お手頃なものもたくさんあるので、気になる方はもう絶対買ってください。もう絶対試してください。もう絶対美味しいから。我が家もね、まだ残りがありますんで、今日の夜に、ヨミさんと一緒に、また改めて楽しんでいきます。はい、ってことで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあね。